二酸化炭素を減らしてみんなで作ろう豊かな暮らし。皆さんはエシカル消費ってご存知ですか？エシカル消費とは地域の活性化や雇用なども含む人や地球環境、社会に配慮した消費やサービスのことを言います。フェアトレード製品や福祉作業所の商品など購入のほか、地産地消もエシカル消費になります。こうしたことに取り組んでいる企業を思いやり消費応援団として登録を呼びかけているところです。今回はそんなエシカル商品を扱っているお店を紹介します。小林さん、キネヤ愛妻館に商品を納めている生産者の方はどのぐらいいらっしゃるんですか？こちらキネヤ愛妻館には生産者の方およそ1000名の方が登録されていて、そのうち250名の方が毎朝収穫された野菜、果物、花を出品されております。商品には生産者の名前が記載されておりますので、その生産者のファンのようなお客様もたくさんいらっしゃいます。他にこのように生産者の方が端切れやその他材料を使用した手作りのカバンやクッションを販売しております。10月には牡蠣や栗など秋の味覚がたくさん並びます。地産地消は地球に優しい暮らしにつながります。皆様ぜひお越しください。環境福井推進協議会が運営する環境アプリ福エコ、脱炭素につながる行動や対象スポットに掲示された QR コードを読み込むことでポイントを獲得。ポイントを貯めると素敵な商品が当たる抽選に参加することができます。皆さんもぜひ始めてみましょう。